チリーン地図グーグルマップ超東銅山町、登銅山は山口県美祢市の秋吉大南東に隣接する銅鉱山である。超登銅山では7世紀末、内市8世紀初頭から銅を中心とした鉱物の採掘が始まり、特に奈良時代には東大寺の大仏に使われた銅の産地であった可能性が高いことで名高い。その後も1960年の閉山まで。 断続的に創業が続けられた。また、秋吉台の周辺を中心に、超昇る銅山の近隣には、地質学的によく、似た銅などの鉱山が分布しており、それらの鉱山と鉱山に付属する、精霊、加工施設についても、必要に応じて、説明を加える。かが、葉山山頂直下にある、かが、葉山一号露天掘り跡。画面中央やや,や右寄りの穴からは、 坑道が伸びており、坑道内から奈良時代前期の世紀が検出された。超登る銅山は秋吉大東南に隣接する銅を中心とした鉱物を産出した鉱山であった。創業開始は7世紀末、内市8世紀初頭と考えられており、奈良時代から平安時代にかけて当時の律令国家も大きく関与した長渡国直営の鉱山として銅と鉛を産出し、 産出された銅や鉛は、和銅海賃など校長十二銭の鋳造や東大寺の大仏といった国家的事業に用いられたと考えられている。また超銅銅山からは、採掘や精錬の移行などとともに、730年前後の木管など貴重な出土品が多数発見されている。超昇る銅山は12世紀には一旦稼働が休止されるが、14世紀後半には再開したと、 考えられ、中世紀の銅の精錬について知ることができる貴重な遺構が検出されている。江戸時代初期には、長州藩直営の鉱山として、流星を見たが、鉱内からの出水や、当時の技術水準では、銅の採掘が困難になったため、江戸時代後半には再び休止状態となった。その後も岩江具の材料として、六章の採掘が続けられ、滝の下六章として、 全国的に知られていた。超る銅山にはそれらへ土器の遺構も残されている。明治時代から昭和時代にかけて長銅銅山は再稼働し、銅や日本では珍しいコバルトが採掘された。明治後期から大正時代にかけての精錬所である花の山精錬所は日本独自の吹き床精錬法の精錬所であり、遺構の保存状況も良く、貴重な近代工業遺跡である。 超ルドー山は、奈良時代から平安時代にかけての律令国家の鉱山経営や、採掘や精錬などといった古代の高工,工業技術、そして東大寺の大仏や校長十二線の鋳造といった律令国家の国家事業の一面について知ることができる貴重な遺跡として価値が高いとともに、中世紀、江戸時代の鉱山遺跡、そして、 明治から昭和にかけての鉱山や精錬所などの産業遺産の遺跡も残されていることが評価され、2003年7月25日、超登銅山跡として国の史跡に指定された。また、発見された800点余りの奈良時代から平安時代にかけて銅の精錬の拠点であった大切だに。奥は当時銅鉱石を産出した茅ヶ葉山。超登銅山は、 秋吉台の東南にあって、標高約250から300メートルのなだらかな山と、山に囲まれた160メートルの盆地上の谷の、東山約1.6キロメートル、南北約2.3キロメートルの範囲に、現在のところ16カ所の鉱山跡と13カ所の精錬所の跡が確認されている。銅山の創業開始は7世紀末、内8世紀初頭と考えられ、 その後断続的に1960年の閉山まで創業が続けられた。最高技術の進歩によって一旦採掘を中断した鉱脈が再開発された例も多く異なる時代の遺構が重なり合って検出されるなど産業遺産の遺跡として複雑な様相を見せている。超ノボルドー山は奈良時代から平安時代にかけて大切国という谷間と大切谷の奥にある茅ヤが 葉山山を中心に稼働していた。かやが、葉山山町付近には古代のものと考えられる露天掘り跡が3カ所あり、また山麓にかけて約30カ所の行動入り口が残っている。行動の多くは古代に採掘が行われたものと考えられるが、江戸時代や明治大正期にも再開発が行われた跡が残っている。中世から、 江戸時代にかけても引き続き大切谷を中心として銅山の稼働が行われていたが、江戸時代には超登る銅山周辺でも盛んに銅や鉛の採掘が行われるようになった。18世紀後半には鉱山は衰退するが、岩絵具として利用された六章が採掘された。そして、明治から昭和にかけては、超登る周辺の多くの地域で鉱山が開発され、 銅をはじめとして、鉛、亜鉛、銀、ヒソ、コバルトなどを産出した。超ノボル銅山は1960年の平山まで1200年余りにわたって断続的に創業が続けられた。中でも奈良時代から平安時代、江戸時代、そして明治から昭和にかけてという3回の流星期があり、それぞれの時代の貴重な産業遺産としての遺構が残っている。 大切谷や高年精錬所が設けられた花の山地区には精錬によって排出されたスラグが大量に堆積している。特に大切谷は約5万平方メートルにわたってスラグが数メートルの深さに堆積しており現在大切谷の約8割は山林となっていてわずかに存在する水田はスラグ状に格動している状況である。そのため現在も なお遺跡の多くの部分は発掘が行われておらず、全貌は明らかになっていない。白秋から古代三期にかけて日本列島に可体である四万都体が形成されていくのに伴い、現在の中国地方では火山活動が活発化した。その中で約1億年前の白秋、秋吉台の石灰岩自体に新生岩である花崗岩が貫入した。 そして石灰岩と加工岩とが接触する部分に、カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウムなどを豊富に含む、計算塩鉱物の集合体、すなわちスカルンが形成され、そこに銅や鉛、銀などの金属が凝縮されることにより、接触交代鉱床である超東銅山が形成された。超昇る銅山の鉱床は、秋吉台を形成する石灰岩と、 白亜気候期に形成された河口半岩との境界、そして石灰岩体の内部に存在する。交渉としては比較的小型で、幅は5から10メートル程度であったが、長さは50から80メートル、そして深さは100メートルに達する交渉もあるなど、地中深くまでレンズ状内脂板状に続いている特徴がある。超のボルドー山では、銅以外にも鉛、亜鉛、銀、 ヒソ、コバルトなどを産し、特にコバルトは日本国内では産出することが少なかったため、貴重な産地として知られていた。また超東銅山の銅鉱石にはヒソが多く含まれている特徴があり、奈良時代から平安時代前半にかけての日本の銅製品はヒソの含有量が多いことが知られており、これは超ルる銅山の銅鉱石が広く用いられていた。 ことを示していると考えられている。銅を含有する鉱石の多くは、銅の他に硫黄と鉄を含有する黄銅鉱である。スカルン鉱床でも、鉱床生成当初は、主として黄銅鉱であるが、地表近くの水や酸素二酸化炭素による酸化作用の結果、黄銅鉱や他の硫化鉱物に含まれる硫黄が硫酸に変化し、生成した硫酸が鉱床内の鉱物を溶かし、 溶けた銅成分がスカルンに浸透して沈殿することによって自然銅や孔弱石、尺銅膏、藍銅鉱などという酸化銅、炭酸銅系の鉱物となりやすい特徴がある。そのため、スカルン鉱床は地表付近では自然銅、尺銅膏、孔弱石、藍銅などといった二次不可鉱物を主体とした鉱床が生成されることが多い。 また原稿床の鉄分はカッテッコウとなって二次不可鉱物を主体とした鉱床周辺に分布するようになるが、そのカッテッコウ内には銅などの重金属が飛散塩となって残留する。こうしてできたスカルン鉱床の二次不可鉱床が侵食作用によって削られた後、石灰岩地帯特有のドリーネに堆積することによって凍結重点鉱床が生まれることがある。 超のボルー山で最初に採掘が開始されたカヤが、葉山山町直下の露天、スカルン鉱床の生因からもわかるように、交渉は白色をした。石灰岩自体にあるため発見しやすい。また、クジ石や石銅鉱、藍銅鉱などといった二次不可鉱物の鉱石は、硫化物である、黄銅鉱と比較して精錬が容易であり、地表近くに存在して採掘も容易である。そのため、 スカルン鉱床の酸化銅や炭酸銅は、自然銅と共に、古代、最も早い時期から採掘が開始されてきた。超る銅山でも7世紀末か8世紀初頭から、ホラーナ重点鉱床や、地表や地表近くのク弱石などの酸化銅系の鉱石、そして銅の飛散使用を含有した、勝鉄鉱の採掘が行われ、その後、地下の硫化銅鉱石が採掘されたと考えられている。 超登る銅山の成因となった歓迎した河口岩は、現在銅山の近隣にある花の山となっているが、花の山を取り囲むようにして、大雪、白色、花の山、エボ子、長銅という6つの交渉が散在している。また花の山西方には、梅が、窪の交渉、そして北東方向にも北平交渉がある。また、山口県内には、往復、増磨き、苦我など、 福岡県の河原、島根県の蕾鉱山など、中国地方西部から北部九州にかけて、白亜紀や古代三期に形成された、超昇銅山と成意を同じくする、スカルン鉱床の鉱山が存在し、その多くが古代から採掘が行われてきたものと考えられている。1843年頃に、長州藩に提出された地種である、傍聴風土中心案では、 長登銅山はかつて、奈良の大仏を鋳造するための銅を奈良に送ったため、恩賞として奈良島という名前を賜り、いつしか奈良登が長登になったとの言い伝えを載せている。このように長島銅山の銅が奈良東大寺の大仏鋳造に関わりがあったとの伝承はあったが、特に根拠があるものとは考えられていなかった。1972年、未踏町支編さんの調査時、 超登る銅山跡から、末期が採集され、超登る銅山が古代に遡る銅山である可能性が認識されるようになった。1972年12月から1974年4月までの測量調査を経て、1975年には初めて、試掘調査が行われ、1985年3月の発掘では10世紀後半から11世紀前半の 生煉度跡が検出された。そして1985年6月の集中豪雨時、超昇る銅山跡に鉄砲水が襲い、鉄砲水の跡から8世紀から9世紀のものと考えられる、水液が大量に発見された。1988年3月、柏原考古学研究所が、東大時代仏殿の西回廊付近から検出された。 大仏鋳造用の制銅を分析した結果、蝶のボルドザ山跡から出土したスラグと成分が良く、一致し、東大寺の大仏の銅は、蝶のボルドザ山の銅であると発表された。そして1988年8月から9月にかけて、未登蝶の手によって発掘が行われた。この時の発掘終了後、発掘現場の一部が、降雨によって崩壊し、崩壊した場所から発見された。 末期に、大化との牧書があることが分かり、超のボルドー山には、律令制の漢画が,があった可能性が指摘され、平成元年度からの国と山口県の補助事業としての本格的発掘が開始されるきっかけの一つとなった。そして国と山口県の補助事業として、平成元年度から平成3年度を第1期、平成4年度から平成7年度までを第2期、 平成8年度から平成10年度までを第3期とする発掘調査が実施され、古代の精錬跡や800点余りの木管が検出されるなど貴重な成果を上げた。しかし前述のように長い鉱山稼働によって堆積した厚いスラグ層に阻まれ、これまでのところ古代遺跡の存在が推定される範囲のうちで1%未満の発掘が行われているに過ぎない。 これまでの発掘によって検出された木管などの出土品は2009年4月25日に開館した超東銅山文化交流館で展示されている。奈良時代から平安時代にかけての超東銅山の主要な遺跡である大切谷からは縄文時代の石器や弥生土器が出土しており、古くから人が居住していたことは明らかである。しかし銅山がいつ発見され、 稼働を開始したのかについては、大切谷を厚く覆うスラグのために遺跡の全貌が明らかになっておらずはっきりしていない。しかし大切谷からは7世紀後半代の土器が検出されていて、大切谷は農業に適した場所とは考えにくいため、この頃から銅山の稼働が開始された可能性が指摘されている。超登る銅山は今のところ七世紀末から八世紀にかけて発見され、 稼働が開始されたのではと考えられている、超東銅山から見て、秋吉台の反対側の九州方長にある中村遺跡と国州遺跡では、7世紀の遺跡から銅鉱石や銅塊が検出されており、7世紀には超昇鉱山近隣で銅の採掘と精錬が始まっていたことが明らかになっている。また、峰市の上野山遺跡は、奥福銅山、旧福江村にある、 坂部遺跡は、増滅銅山と関連する遺跡と考えられ、共に8世紀代の精錬関連の遺構が検出されている。これらのことから7世紀末から8世紀にかけて、秋吉台の周辺では、超昇る銅山をはじめとした銅山の開発ラッシュがあったと見られている。また、国州遺跡からは、白木製の土器が検出されており、銅山の開発にはトライ人の持つ技術が、 活用されたと考えられている。なお、国州遺跡では8世紀に入って間もなく銅の生産が中止されており、これは新規に開発された有望鉱山である、超銅銅山の開発に人員が振り向けられたためとの説もある。7世紀末から8世紀初頭に銅の生産が開始されたと考えられる。超銅銅山は、やがて当時の日本の主力銅山になったと考えられる。これは、 超登銅山で発見された730年前後のものと考えられる800点余りの木管から判明した銅生産の状況や銅山跡から検出された奈良時代の採掘、精涼所から推定されることである。超登銅山から採取された花粉の分析からも730年頃以降銅山周辺で森林の破壊に伴う植生の変化が始まったことが分かっており、これは 精錬に用いる炭用に、紅葉樹類が伐採されるようになったためと考えられている。超登る銅山では、大切谷沿いに、奈良時代から平安時代にかけての銅や鉛の精錬跡が検出され、そして730年前後の銅生産に関わる木管、鉱山で働いていた労働者たちが消費したと考えられる塩を入手するための精錬土器、末期や、 木製品など鉱山で働く人たちが生活で用いたと考えられる重機などが出土した。超昇る銅山から出土した末期の多くは、峰群内にある末原用で生産されたものと考えられるが、末原用の末期は、岩見地方の末期との類似性が指摘されており、岩見からの技術を導入したと考えられている。また、峰群以外の長戸国各地からや、 隣国の巣王国から搬入された巣液も検出されている。大雪谷の上部にあるカヤが葉山の山頂直下には奈良時代前半の巣液が検出されたことにより、その時代から採掘を開始したと考えられる露天掘りの跡がある。またカヤが葉山南東側山腹を中心として古代のものと考えられる行動が複数確認されている。 検出された800点余りの木管からは、長のボルドー山には銅山経営に携わる管画が,があり、長戸国直営の銅山であったことが判明した。また木管からは、多くの人々を刺激して銅生産を行い、産出された銅を平城経営や武前など各地に出荷していたこともわかる。日本三大実録や類寿三大閣にある長戸国際銅所、 最長門国道士とは、超ノボル道山のことであると考えられている。道の利用先としては、和道海鎮を鋳造していたスセンジがあり、また、東大寺の大仏に使用された可能性が極めて高いとされている。超ノボル道山では、平安時代も引き続き道や鉛の生産が続けられていた。9世紀から10世紀にかけての平安時代の移行は、大切にの奥に移っていることが、 明らかになっている。これは、奈良時代の盛んな陶生産によって、精錬の際に排出されるスラグが大量に溜まり、精錬場所が谷の奥へと移動したものと考えられる。平安時代には、鉛の精錬が盛んに行われており、末期に鉛銭が多くなった、校長12銭の鋳造や陶器の上薬に用いられたと考えられる。旧世紀頃になると、 類十三大閣の記事からも超党銅山での銅生産が不調であったことが推察され、10世紀には律令国家の銅山経営は終了したと見られている。発掘結果からその後も超党銅山の稼働は続けられていたことがわかるが、12世紀には中断されたと考えられる。なお、奈良時代から平安時代にかけて超のボル銅山が、 どのように呼ばれていたのかについてははっきりとしていない。ただ、検出された木管の内容から、雪湯山ないし、雪山と呼ばれていた可能性が指摘されている。超ノボル道山の銅で鋳造したと考えられている。東大寺社名仏像等大事の文書から、奈良時代の東大寺の大仏建流に用いられていた。銅は、長戸から運ばれていたことが知られていた。焦燥院文書の中に、 蔵東大寺氏が長戸国師に対して送付した文書の文面が残っており、これによると約18トンの銅を20名で片道20日かけて長戸から平城京まで運んだことがわかる。長戸から奈良まで銅は船2層で運搬したと考えられているが4層であったとの説もある。文書ではさらに長戸から運ばれた約18トンの銅について蔵東大寺氏が 長戸国史からの送付状と称号しながら、銅の量と品質をチェックしたところ、不足分と品質不良が見つかったことが書かれている。そして今後は、品質が悪い銅ではなく、良質な銅を送るように依頼がなされている。二、上記のように、焦燥印文書の内容から、長戸から大仏混流のために銅が送られていたことは分かって、 いたが、長門のどの鉱山の銅であるのかは明らかでなかった。そのような中、1988年に、東大寺大仏殿の西回廊付近から、大仏鋳造用の聖銅が検出された。その聖銅を分析した結果、ヒ素の含有量が多いことや鉛の銅位体比が、超昇る銅山で検出された等のスラグと極めてよく、一致したため、 奈良時代の東大寺大仏に超党銅山の銅が使用された可能性が極めて高いことが明らかになった。3. また焦燥院宝物の銅製品や鉛製品を分析した結果、多くの宝物の銅や鉛にヒ素が多く含まれていることが判明しており、焦燥院宝物の多くも超党銅山やその近隣の銅山の銅や鉛を利用した可能性が指摘されている。4. 大仏根流に用いられた銅の量は、記録によって差異があるが、約500トンと考えられている。東大寺洋六引用する演技文によれば、大仏根流に用いた銅は、再開から集めたとしており、銅のほとんどは、超昇る銅山やその近隣の銅山で産出された、銅で賄われたことが推察される。また、東大寺大仏殿西回廊付近から検出された木の中には、 超登る銅山から検出された木管と類似したものがあり、超登る銅山からの銅の送付状であった可能性も指摘されている。超登る銅山からは木管が約800点出土している。木管には年号が記載されているものがあり、古いものでは711年の可能性がある木管があり、5年号が確実なものとしては726年、そして最も多いものは、 天平初期である730年から733年にかけてのものである。記載内容からも木管は、距離性が採用されていた717年から739年にかけてのものと考えられる。木管の多くは、南北方向に伸びる二本の大きな溝の中から検出されている。二本の溝の北側には、東西方向に伸びる、 大きな溝があるが、そこからは木管はほとんど検出されていない。これは南北方向に伸びる2本の溝の南側、現在は溜池となっている付近に銅山の管理、運営を担った管賀が,があり、そこで用いられた木管を溝に廃棄したため、南北方向の溝から大量の木管が出土したものと考えられている。超ルる銅山で検出された木管の特徴としては、 二札として用いられたと考えられるものが多く、木管使用後に木を削り取って再利用したことを示す、削りくずの検出が少ないことが挙げられる。これは、銅山という特性上、生産、管理、出荷に重点が置かれていた施設であったことが原因と考えられている。木管の内容は大きく分けて、銅生産と管理に関係するものと、長戸国が経営を担っていたとされる。 缶画関係のものに分けられる。銅生産と管理に関係する木缶としては、製品化された銅に付けられた木缶、銅の出荷先を記載した木缶、そして銅の精錬に用いる木炭に付けられた木缶がある。まず製品化された銅には、銅の生産者である人物の名、生産量、品質、日時を書いた木缶が付けられた。また、銅の生産者は精錬用の炉を持ったグループごとに、 分けられていたと考えられており、木管に記載された銅の生産者である人物名はグループの代表者であると推察されている。なお人物名にはトライ系氏族と推定される名前も見られる。製品化された銅に付けられた木管からは銅の出荷先が判明する。これによると、長戸国史、そして武前国史のもとに送られたものが目立つ。 不前国史に銅が贈られた理由は今のところはっきりしないが、九州の入り口にあたる不前の国史を通じて、多財布など九州各地に銅が贈られたとの説もある。また銅がス仙寺に贈られていたことを示す木簡も検出されており、超昇る銅山で算出された銅が当時鋳造されていた和銅海鎮に使用されていたことがわかる。銅は平城系在住の貴族の元へも送られたと、 見られている。中でも、大乗大殿と,という送付先は、720年の没後に大乗大臣を追贈された藤原不人屋であると考えられる。藤原不人家の資産の多くは娘である光明皇后が伝領したと見られていることから、町のボルドー山の銅も光明皇后のもとに送付されたことになると考えられている。当時、光明皇后は、 幸福寺の道具の建立を発願しており、また後日の東大寺大仏建立時に、光明皇后から大量の銅の寄付が行われたことなどから、超ルドー山の銅が、光明皇后の手を経て、大仏中造に用いられたと推定する研究者もいる。また、や原ら天と呼ばれる人物にも銅が送られていたことが、判明している。家元殿は、左大臣を務めた田地比島の妻である。 家元女との説があり、やはり、平常経在住の貴族である、可能性が高いとされる。光明皇后や、家原殿へ送られた銅は、公的な収入の一部としてのものであった。しかし、木管の中に、朝庭に申さざる銅と記述されたものがあるため、基本的には、超昇る銅山で算出された銅の使用先らは、中央政府に報告されるようになっていたことが、想定される。 また、馬による銅の運搬に関する木管も検出されている。それによると、馬1頭に対して、孫2名、総勢馬10頭と孫20名で銅の運搬を行っており、この時の孫の中に1名、女性がいたことが明らかになっている。口述の木炭の生産者の中にも、女性の可能性が高い名前が見られ、銅の精錬場面でも女性が就労していたと、 考えられる木管が検出されており、奈良時代の超党銅山で女性が働いていたことは注目される。木炭につけられた木管は、木炭の生産者である人名と炭の納入量を記録している。木炭は主として銅の精錬に用いたものと考えられる。銅山経営を担っていた漢画関係の木管としては、漢画の文章行政に関する木管の他に、 紙文章の封印として用いられた風間木管、そして長東銅山で使用された洋米や長州に付けられた木管がある。これらの文書の内容から、長ボルドー山は、長渡国が地元の峰群がや隣接する巣王国などと協力しながら運営する律令国家の漢画であることが明らかとなった。漢画の文章行政に関する木管としては、 近隣から銅山で働く労働者を挑発する内容のものや、銅山で働く労働者の逃亡に関するものなどが発見されている。逃亡に関する目観によれば、78名、ないし88名の労働者が逃亡したと解釈され、どのクランの期間で逃亡したのかは不明であるが、銅山での労働が過酷なため逃亡者が相次いだ可能性が指摘されている。6 風間木管はこれまで発点検出されている。これは紙文書の封印として用いられる木管であり、検出数としてはかなり多い。超のボルドー山の管画では封印を必要とする文章をかなり頻繁にやり取りしていたことが推察される。超のボルドー山で働く人々のために本来的には平常形に運ばれる妖魔や調子を、そして 薄月米が長のボル道山に運ばれていたことを示す木管が検出されている。用米は銅山があるミネ内や近隣の麻軍などから運ばれたが、蝶用の中には都王国の大島軍から運ばれたものがある。長のボル道山からは実際に塩を作るための精塩土器が検出されており、近隣の軍で徴収された妖米、そして 巣王国で徴収された、長収が、銅山で働く労働者に、必須の米や塩として消費されていたことが明らかとなった。洋米は、本来的に、律令国家が、英氏や市長、ウネメラの食料や労働者への給付として支出する、もので、超昇る銅山では主に労働者の食料、給付とされたと考えられる。薄月米は銅山を運営する官がで働く。 官人や鉱山の専門技術者らの食料とされたと考えられ、また洋米や調子用の納入状況や前日の世紀の検出状況から長戸国の超党銅山経営が銅山近隣の軍や巣王国などの協力によって行われていたことも想定されており、超登る銅山は長戸国を運営主体としながら銅の生産と管理、そして流通について、 国家が深く関与する事業であることを示している。超登る銅山は平安時代に入っても稼働を続けた。奈良時代の精錬設備があった地域は精錬による大量のスラグが堆積したために平安時代は大切谷の最奥部に生産の中心地域が移った。旧世紀に入ると超登る銅山の銅の生産量が低迷するようになったと考えられる。 ルイジュ三大核の840年代の記録には、銅の生産低下とそれに伴う戦火の中造量の減少についての記事が見られ、日本三大実録に記されている859年の長戸国際同士の任命は、これまで長戸国が運営していた超党銅山を中央政府直営にして生産強化を図ることにしたと考えられている。 しかし運営がうまくいかなかったためか、869年には、再び、長戸国の運営に戻されている。銅の生産が落ち込んだ、原因の一つは、政府による統制が緩んだことが挙げられ、類寿三大核の876年の記録によれば、個人が採掘した銅で銅器を作り、交易をするようになっていたとの記録が残っている。一方、超銅山と超銅山の南方、 約2キロメートルのところにある平原大通遺跡からは、旧世紀台の鉛の精錬炉の跡が検出されており、発掘調査の結果からも旧世紀台になると鉛の生産が中心となっていったことが判明していて、銅の生産量そのものも低下していたと考えられる。7。鉛道遺体比の分析によれば超東銅山と平原大通遺跡で生産された鉛は、 校長十二銭の原料であったことが判明している。しかし、超党銅山の技術力はまだ健在であった。ようで、885年には、銅の採掘技術を伝授するために、長戸国から武前国際同士へ、銅の採掘に関係する人員を派遣したという記録が残っている。藤原住友の乱によって940年、スオス戦時は、 焼き打ちに遭い、958年に開始された、権限大法の発行を最後に、校長12戦の鋳造も終了する。超登銅山は10世紀には、後衛の鉱山としての使命を終えたと考えられ、超登銅山では11世紀代、そして、銅山南方の平原大通遺跡からは12世紀の可能性がある遺構も検出されているが、やがて急山していったと考えられる。 大雪四号校内部。大正時代に高校が広げられているが、古代に採掘が開始された行道の一つと考えられている。超登る銅山では、まず茅やが、葉山山町北斜面の道鉱脈を露天掘りする形式で銅の採掘が開始されたものと考えられている。一辺約15メートルの三角形状をした露天掘りの跡である一号校は、 深さ約7メートルの露天掘りの底部から鉱脈に沿って西側に坑道が伸びている。不幸部分を集中的に採掘していたため、坑道の太さ等は不規則である。1号坑の入り口から約15メートルの地点からは8世紀前半の末期が検出されており、8世紀前半の奈良時代前期に採掘が行われたことが明らかとなっている。かやが、 葉山山頂北斜面には1号行為以外にもやはり深さ約7メートルの露天掘り跡が2つあり、その他山頂付近には縦穴が埋没した跡と推定されるくぼみが10数箇所あり、さらに山頂から西側の稜線上には直径約1メートル、深さ約10メートルの縦穴が数個存在する。またかやがはから北東方面に伸びる尾根南側には 滝の下、大雪最高跡群と呼ばれている十七箇所の高校が確認されており、さらに茅谷が、葉山南東山腹には、茅谷が、葉山最高跡群と呼ばれる八箇所の高校が確認されている。このように茅谷が、葉山山山頂付近から大雪谷にかけては、多くの坑道が、蜂の巣のように掘られており、そのすべてが古代のものとは考えられないが、大雪最高跡群の一部は、 調査が行われていて、旧世紀代のものと考えられる行動もある。古代のもと考えられる行動は、江戸時代以降の鉱石の運搬を考慮した、長方形の整備された行動ではなく、鉱脈がある部分のみを掘り進めた、狸掘りと呼ばれる形態のもので、現状では、各行動は、地下で網の目のようにつながっている。超登る銅山からは、現在のところ、奈良時代から、 平安時代の高ネなどの採胞用の道具は検出されていない。ヒノキ、杉製の松明が大量に検出されており、当時の採胞に用いられた可能性が高く、また竹籠やざるも検出されており、採掘した鉱石の運搬に使用されたと考えられている。その他、大切谷のスラグ層の下からは深さ不明の縦穴が検出されていて、採胞跡である。 可能性が指摘されており、かやが葉山山町と山腹以外の大雪国内でも古代に再興が行われていた可能性がある。大雪国では各所で精錬に伴い排出されたスラグを見ることができる。超のボルドー山からは奈良時代から平安時代にかけてのものと考えられる精錬関連の遺構が数多く検出されている。 まず鉱山から採掘された鉱石を先行するのに用いたと考えられる花崗岩性の金目石と石性の土が検出されている。金目石には小さなくぼみがうがたれており、採掘された鉱石は金目石のくぼみに置かれて、石性の土によって細かく砕かれ、鉱石部分とそれ以外の部分に先行された。また超東道山以降の最下部に、 水溜め用とも考えられる浅いところが検出されていることや、奈良時代前半期と考えられている谷川の底から小さな六章の粒が検出されている点、さらには鉱石を細かくするために用いられたと考えられるスリーシが見つかっていることなどから、スリーシを用いて鉱石をさらに細かくして、水流を利用した比重選考を行っていた可能性も指摘されている。 奈良時代から平安時代の超東銅山で大道校を中心とした流化銅鉱石の精錬を行っていたかどうかは説が分かれているが流化銅鉱石の精錬に必要な賠償に用いられた可能性がある焼き用の遺構も検出されている。超登る銅山付近には良質な粘土があって粘土の採掘跡が複数検出されている。採掘された粘土は 精錬炉の構築に用いられたと考えられる。超昇る銅山からは、鉱石の精錬が行われたと考えられる炉の遺構が、数多く検出されている。精錬が終了した後、炉を壊しながら、製品を取り出したと考えられ、炉はその後しか残っていないが、遺構は大きく分けて、チロと浅皿状の焦土の2タイプに分けられる。チロタイプは、文字通り地面を掘って、炉を設けた後であり、 朝皿状の焦土は浅くくぼんだ半径数十センチの円形の焦土が検出された。まずチロタイプは地面を深さ約10センチ程度、直径30から60センチ程度、鍋底状に掘って、炉壁に粘土を塗り、不意語口を設けたとみられている。このタイプの炉は平安時代の鉛精錬に多く用いられたことが明らかになっており、地面を掘って、 半地下式の精錬炉を設けたものと考えられている。一方、朝皿状の焦土については、超昇る銅山で検出される炉壁と炉の形態から、地面を浅く掘って、地上部は粘土紐を積み重ねて、炉の本体を作り、最後に炉全体に粘土を塗って補強した、半地下式の縦型炉という復元モデルと、粘土紐割る壺であり、朝皿状のくぼみのある炉に、粘土製の炉を設け、 その中に精錬用のルツボを置いて、鉱石の精錬を行ったというモデルが提唱されている。半地下式の縦型炉やルツボロの場合、硫化物の精錬を行うとその過程で炉壁を激しく侵食し、炉が崩壊する危険性が高い。8。そのため、半地下式の縦型炉やルツボロは、酸化銅系の鉱石の精錬に用いられたと考えられる。一方、 炉の崩壊の危険性がない地炉は、硫化銅や、硫化鉛の鉱石を精錬したとみられる。また、超昇る銅山から大量に出土している松明は、坑道内での鉱石採掘現場ばかりではなく、昼夜健康の作業であったとされる精錬現場でも、用いられたと考えられる。超昇る銅山では7世紀末、内市8世紀初頭から銅の採掘が開始され、銅山付近では、 精錬が行われたロアートが複数検出されている。その中で精錬が容易である酸化銅系の鉱石の精錬を行っていたのか、それとも精錬には複雑な工程を要する黄銅鉱を中心とした硫化銅鉱石の精錬も行っていたのかについて論争がある。硫化銅鉱石の精錬では、まず鉱石に含まれている異ブ分をある程度除去するために、 賠償という工程が行われる。超登る銅山の発掘からは8世紀後半頃のものと見られる賠償に用いられた可能性がある焼き用が検出されており、付近からは加熱されたと考えられる鉱石も見つかっている。そして超銅銅山から多数検出されている8世紀代のスラムや精錬過程で生じる銅の分析内容から原鉱石は スカルン交渉由来の流下道鉱石であると推定されている。銅から約10%の鉄が検出されている点などがその根拠と考えられる。また、戦術の作り、東大寺氏が長戸国史に対して送付した文書の文面から長戸から送られた銅は熟銅と聖銅という区分がなされている。これは、精錬技術や精錬施設の際によって発生した銅の 品質差による分類と考えられているが、文章内で、熟銅と生銅それぞれの中で、品質差があることが明記されていることから、精錬が容易で、品質的にも良好であったと考えられる。酸化銅系鉱石の銅はつくづく銅、精錬が困難であり、不純物が多かったと考えられる。硫化銅鉱石の銅は、生銅というように、精錬方法による分類をしていたのではないかとの説を唱える。 専門家もいる。一方、王銅鉱は成分として鉄が含まれており、その除去は技術的に困難であり、古代の超銅銅山では酸化銅鉱石の精錬を行っており、硫化銅鉱石の精錬は困難であったとの説も唱えられている。この場合、銅に含まれている多量の鉄などは酸化銅鉱石の精錬時に硫化銅鉱石が混入したことによると推定する。 その他、古代では、酸化銅鉱石の精錬が行われていて、流化銅鉱石の精錬は行われなかったという根拠としては、まず長銅銅山で精錬された銅には、鉄が多く含有されており、これは、酸化銅の精錬の過程で鉄が混入したことを示すものとする、9。そして古代の長銅銅山遺跡から検出される銅鉱石が、クジ石などの酸化銅鉱石と銅の飛散しよ 含有したかってこうであり、酸化銅鉱石に黄土鉱など、硫化銅が付随している鉱石は検出されているものの、硫化銅中心の鉱石は検出されていないことも根拠とされている銃。また7世紀後半から8世紀にかけては、酸化銅鉱石と片塩鉱など、硫化塩鉱石の精錬を行っており、9世紀以降、硫化銅鉱石の精錬が行われるようになったとの、 説も唱えられている。11。なお鉛の精錬に関しては、大切ダニから検出された鉛精錬によると、考えられるスラグに、硫黄の含有量が少ないことから、硫化塩鉱石ではなく白塩鉱など、酸化塩鉱石を精錬していたとの説もある。12世紀には、稼働が中断したと考えられる超闘銅山であるが、14世紀後半から15、検出された以降からは、 当時、長頭銅山では、酸化銅系の鉱石折る壺を使用して、精錬を行っていたと見られているが、同時に検出されたスラグは、板状をした、薄いものであり、これは水を打ちながら、精錬炉から、スラグや銅を取っていく日本固有の吹き床精錬が、行われていたことを示すとの説もある。吹き床精錬が行われていた場合、現在まで発掘が行われていない場所に精錬用の、 白が存在するものと考えられる。またスラグの分析結果から古代のスラグと比較して異様の万有量が多いため、やはり流稼働系の鉱石の精錬を行っていたとの説もある。室町時代の精錬関連の遺構は大切谷の中ほどから見つかっており、奈良時代から平安時代にかけては谷の奥部を中心として稼働していたことを考えると稼働場所が移動していることがわかる。 また、14世紀後半から15世紀前半の、同生産は、当時日民貿易の一翼を担っていた大内氏との関連性が推定される。16世紀には、大内森美の母大寺である国清寺が長東銅山の経営に参画するようになったことが知られており、戦国大名の大内氏の時代、超登銅山が稼働を再開したことが、発掘結果や古文書から、 明らかになっている。なお、超東銅山の名が、資料に現れるのは16世紀の国清を自分書が最初である。大雪9号校。整った形をした行動で、中世以降の行動と考えられている。江戸時代初期の1610年の検知表から、当時の超東銅山は盛んに銅を採掘していたことが判明している。1615年の記録では、超登る銅山は、 津王、長戸両国の鉱山収入のうち約46%を占めており、当時長州藩内の主力鉱山の一つであったことがわかる。超登銅山は、慶長年間の初めより、長州藩の直営で経営されており、この当時は、奈良時代以降採掘が行われてきた大切な人や、その奥に当たる滝の下で銅の採掘が行われていた。超登銅山には、 藩から大官や山戸氏寄りが派遣されて、銅の生産工場に尽力するが、行動を深く掘り進むうちに、大量の湧水に悩まされるようになり、銅の採掘を中断せざるを得なくなった。長州藩は、校内の水抜きに取り組むも成功せず、1637年には、直営を断念することになった。藩から長のボルドー山の経営権を譲り受けた、黒井曽成政は、 道山の山年寄りを務める人物であった。黒磯は京都から技術者を呼び寄せ採掘を再開し、1640年代には藩に運上金を納めるようになった。1671年には大雪山の港内が水没していて採掘ができない状況であったものが自然に水が引いたために採掘が再開され、そのことを記念して超道山の山の神社に金が 放納された。1637年には、超ルる銅山の北約4キロのところに銭座が設けられ、官営通報が鋳造されるようになった。1640年には、供給過剰を原因として幕府は、長戸での官営通報の鋳造中止を命じたが、公式の記録は残っていないがその後も私抽選が続けられ、 幕府に事実が明らかとなった1665年に、長州藩は長戸ゼニザを焼き払ったとされる。長戸線と呼ばれる長戸で鋳造されたと考えられる、官営通報の鉛同位体の分析結果や、ゼニザの発掘調査から、長戸線には、超ルる銅山やその近隣で採掘された銅が使用されたと考えられている。原独期になると、 大阪の同商人の銅山経営への関与が目立つようになった。しかし大雪国付近の銅鉱山は18世紀の初頭で旧山となってしまった。京宝期以降、花の山北東方向にある北平山周辺の鉱脈の稼働が続けられた。それも18世紀半ば以降衰退し、超登る銅山周辺の鉱山は一部に敷屈がなされたものの、ほとんど旧山状態へと陥った。 江戸時代の超東道山の経営は、初期は長州藩の直営であったが、その後大阪商人などが担うようになった。大阪商人らが鉱山の経営を行う場合、藩や地元と様々な取り決めを結ぶ必要があった。運上金の取り決めや鉱山で働く労働者たちの労務管理などについての取り決めなどとともに、公害が発生した場合の保障についても取り決めがなされた。 実際、江戸時代に鉱山創業に伴う郊外が発生した記録が残っているが、本来的には鉱山経営を受け負った側が担う、はずの郊外への保障は、必ずしも十分に行われなかったこともあった。また、超登る銅山やその近隣で採掘された銅は、基本的には、お郡と三田尻まで運ばれ、そこから船で大阪まで運ばれた。大阪には、 全国各地から運ばれた素堂を精錬して、聖堂とする大阪道吹屋があり、超登る銅山の銅も大阪道吹屋へ送られたと考えられる。超登る銅山の滝の下、大雪山からは、岩江具の原料となる孔雀石が産出した。俗日本記には、長戸国から六章と根性が献上されたとの記録があり、超登る銅山から産出されたものである可能性があるが、 超登銅山の六章について最も古い文献は1643年のものである。江戸時代中期以降の鉱山の衰退期、超登銅山では、地元の滝の下、大雪山から産出される、孔雀石ばかりでなく、岩見銀山や増滝銅山から鉱石を購入するなどして、岩絵具を製造し、滝の下六章と呼ばれていた。全国的にその名を知られ、 年間売り上げが5000両を超えることもあった滝の下六章であるが、その製法は秘伝とされ、江戸時代末期には、超昇にある7県の六章商,商人の手によって、京都、大阪、江戸、尾張など全国に販売されていた。滝の下六章の生産は、明治以後も続けられたが1950年には、製造が終了した。現在も残る滝の下六章の製品を分析すると、 粒度が揃っている良質な製品であったことが判明している。なお、滝の下、大切最高跡群の行動の中からは、江戸時代の六章採掘の跡と考えられる遺構も検出されている。花の山清蓮所跡1889年、山陰の鉱山王と呼ばれた、堀藤十郎霊作りが超東銅山の工業権を取得し、1892年より採掘を開始するが、 良質な功績が得られなかったために一旦休止した。1903年、堀東十郎霊礼作りは、超登る銅山の経営を再開し、1905年には、花の山精連所を開設する。明治末期には、鉱山経営は軌道に乗り、1908年には、エボシタテ港から日本では、珍しいコバルト港が発見され、採掘を開始した。 この当時、超登る銅山の主力鉱は、奈良時代から鉱山の中心であった大雪谷にあった大雪建て鉱とエボシて鉱であり、主として銅を産出した。1919年、第一次世界大戦の終了に伴い銅の価格が下落した上に、同年7月には、集中豪雨が超銅銅山を襲い大雪建て鉱とエボシて鉱ともに水没してしまい、 旧山に追い込まれてしまった。講義の長頭銅山に入る花の山西側の大田鉱山は明治後半期に流星を迎えるが、1912年に鉱内が水没してしまい旧山となる。その後、1915年に創業が再開されるが、明治後半期の流星を取り戻すことはできず、1956年に閉山となった。一方、 超登る銅山は1932年にエボシ地区で採掘が再開され、コバルト港が採掘されるようになった。戦後は水たまり鉱山と呼ばれるようになり、一時期活況を見せたというが、1960年に湧水が激しくなり、鉱道が水没したことにより、旧山となり、1962年には鉱山事務所も撤退し、正式に閉山となった。 超のボルドー山で採掘された鉱石を精錬するために、掘り十郎礼作りは1905年に花の山精錬所を開設し、同価格の下落と集中豪雨のために、旧山となる1919 19年まで稼働した。花の山精錬所は、伝統的な日本固有の吹き床精錬法を採用した精錬所であった。これは、天のなどを用いる。 洋式精錬所は設備投資がかさむため、建設費が安く済み、良質などを生産することができる普及か、精錬法の設備が採用されたと考えられる。12、花の山精錬所はスラグで作られた、沿道、精錬所跡などが良好な形で残っている貴重な近代の工業遺跡であり、1990年から1991年にかけて花の山公園として整備された。 超登る道山文化交流館、ありがとうございます。